はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ラーメンの動画でございます。みんなコメント欄でまたラーメンとか言わないで、個人的に一番好きですから、やっぱり、ね、ラーメン界はめちゃくちゃテンションが上がります。本日ねお伺いするお店が浦安にございます麺屋新生さんというお店なんですが、今日の約束時間が昼の14時、まあ、閉店間際なんですけど、このお店ねものすごく人気店でして、今14時、お客さんがですね全然外待ちをしております。なのでちょっとね本日はねこちらの駐車場からオープニングを撮影してお届けしております。こちらの新生さんなんですけれども、看板メニューとなりますのが鶏白湯系、しかもクリーミーなね泡が立ってるような鶏白湯のラーメンなんですが、いやーちょっとね千葉の皆さんがいつもツイッターに上げてまして、僕自身ねものすごく飯テロ食らってたんですよ。なのでね今日の撮影はやっと新生さんに伺えるということで楽しみなんですけれども、早速ね、僕も皆さんと同じく並んで順番を待って、空き次第店内の方でそちらのラーメンを食べていこうと思います。ということで、例えばですね店内の方に入っておりまして、すでに1杯目のメニューが到着しております。1杯目にいただきますのがオリーブいりこ冷や煮棒そばでございます。今ね表めちゃくちゃ暑くて、外待ち中もねだいぶ汗かきましたんで、冷やしはありがたいところでございます。早速ね1杯目いただきます。ちょっとひとまず、おお、煮干し油いいね。いただきます。ああ。ああ、うん、このスープめちゃくちゃうまいわ。うん、で商品名にあるオリーブいりこなんですけど、いわゆるね煮干し特有の臭みな部分をすごくね緩和して、かつオリーブの香りも煮干しに付与させるっていう、まあ、ブランドのね煮干しなんですけど、おかげでねそのオリーブの香りがお茶のような香ばしい香りになっておりまして、これね冷やしでもしっかりとその香りを感じますね。そしたらこちらの麺もいっちゃいましょうか。このいりこの麺は細ストレート麺ですね。麺とするとよりねそのオリーブの香り、香ばしい美味しい香りが際立って、これ最高にうまいかもしれない。うん、一杯目から大当たりすぎますね。もうチャーシューいっちゃおうか。こちらが豚のレアチャーですね。火加減が絶妙ですね。レアチャーだけど臭みもないし、ちょうどいい厚み。熱すぎるとやっぱレアチャーって口の中に残るんだけど、そうじゃなくてちゃんとね噛んだ時に溶けるような薄切りでちょうどいいです。岩海苔もいっちゃおうか。今日ねこの限定メニューが塩と醤油を選べたんですけど、塩にして正解でございました。塩のおかげでダイレクトにこのオリーブいりこの香りを味わえて、このメニューうまいな。うん、うまいっすね。うん、鶏もうまっ。28番のピリが持ってんのね。うん、ちょっとねこのオリーブイリコ切ってみますか。こんな感じだね。全然臭くない。うん、うん、痛風に煮干しってよくないんだけど飲んじゃうね。おいしい。さすがにこの辺りでねスープやめときますか。よろしくお願いします。ということで、ただいまですね2杯目到着いたしました。2杯目にいただきますのが淡麗鶏魚介ラーメンの特製でございます。特製するとお肉すごいね。
じゃあこちらもね、伸びる前に早速いただきます。ちょっとこれスープ、いただきます。うわー、うまい。あースープ自体がかなりこの動物系も効いてるんだけど、魚介系も効いてて、かつ甘みもあって、本当にね、和風だしっていうような、日本人はね、みんな大好きな味だね。うわー、これうまっ。そろそろね、麺見えてきましたんで、こちらの麺はこんな感じでございますね。だしの効いたこの醤油スープに全粒粉の香りがね、すごく合うんですよね。こんな感じで海苔も浸して、これ海苔とね合わせていっちゃいましょう。いやもうね、これはきっと皆さんも言わなくても伝わるかな。魚介も効いてるし、動物も効いてるしね、海苔が合わないわけがないです。ということで、ただいまですね、2杯目の淡麗のラーメンも完成させていただきました。ごちそうさまでした。まだね、この後2杯残ってますんで、この後もね、引き続きラーメン食べていきましょう。ということで、ただいまね、3杯目到着いたしました。3杯目にいただきますのが、こちら。濃厚鶏白湯ラーメンでございます。やっぱね、見えるかな、この泡立ち。ちょっとね、白飛びしてるかもしれないんだけど、クリーミーさがね、どんずらからわかるラーメンでございます。早速ね、こちらも。いただきます。いや、スープこれですよ。うわぁ、濃厚だねこれ。ちょっとこれいただきます。うわ、濃い、うまい。うわ、うまいなこれ。鶏白湯のお店って結構ね、肉感だけがしっかり乗ってるラーメン屋さんとか、骨感だけがしっかり乗ってるラーメン屋さん結構あるんだけど、このね、新生さんの鶏白湯ラーメンは鶏の脂の旨味もしっかり乗ってて、鶏白湯ラーメンの中でも厚みが段違いにあるラーメンですね。うわ、すっげえうまっ。これ、ラーメンの真ん中に乗ってるのがトリュフらしいんだけど、まあ、徐々にね、溶かして食べてくださいってことだったんですが、ひとまずね、麺すする前にスープにこんな感じで少し溶かさせていただいて、うわぁ、うまっ、うまっ。ちょっとね、マジでちょっとね、語彙力が吹き飛ぶぐらいうまい。で、洋食とラーメン、本当にいいとこを取ってるんだけど、しっかりとラーメンに落とし込んでるっていう、すごいラーメンだなこれ。で、こちらが鶏白湯の麺でございますね。まあ、先ほどいただいた2種と比べてもちょっと太めになってますね。マジでそれにしてもこれ、麺にしっかりとスープ絡みまくるね。これうまっ。前にいただいた2杯ももちろん美味しかったんだけど、好みで言ったらダントツでこれが突き抜けてきた。
うわ、うまっ。ちょっと海苔も、ちょっと今日のこのラーメンやられたかもしれない。うわうまっ。うん、一旦ね、このトリュフを溶かずにこの麺の上にのせていただいてみましょうか。すすった瞬間に鶏の旨味の乗った湯気とともにトリュフの香りが鼻からさーって抜けてくるんだけど、うまい。ちょっともう俺一回溶いちゃいますか。溶いて、よいしょ、お肉と、うまい。そのトリュフのペーストとスープが合わさることによって、鶏油のおかげなのかチーズみたいなまろやかさが出てきて、この変化がこのラーメン面白いですね。ごめんなさい、あんまりねトークする余裕がないぐらいがっつりちゃいまして、もうね卵でこれラストでございます。この鶏白湯ラーメンいただきます。いや、ということで、だいぶですね3杯目の鶏白湯ラーメンも完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日ですね、最後の4杯目が到着いたしました。最後にいただきますのが天草大王の油そばということで、最後はねがっつりとしたメニューで締めさせていただきたいと思います。それではいただきます。まあね、ちょっとみんな見ててくださいよ、これ卵黄ね。うい、うわー、この絵面やばいね。皆さん見てください。いやー、この見た目ですよ。うまそう。結構濃いめに効いた醤油の返しに鶏油だったりとか卵黄がしっかりと混ざってうまいね。なおかつね、この麺がものすごくもちもちなんですよ。うん、噛むたびに歯にねっとりとくっついてくるような、そんなもちもち具合で、ねっとりもちもちかつコシもあってうまいね。僕ずっとラーメンを食べ歩いてて個人的に思ってることがありまして、チー油ベースに醤油をあえて卵黄が加わってるこの油そばって日本のねカルボナーラだと思ってるんですよ。その言葉がぴったりと当てはまるぐらい濃厚な味わいがね、これたまんないですね。今ねいただいてるのが油そばで限定メニューであるので常時販売してはいないんですけれども、まぜそばだと常時販売しておりまして、ベースもね味が結構濃いめではありますんで、ご飯物とかとね一緒に食べるとちょうどいいかもしれないですね。ということで4杯目でございます。油そばも完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、麺屋新生さんでレギュラーメニューの2種と、まあ、限定メニューでございます2種、合計ですね4種をラーメン油そば等でいただいてきましたが、どれも美味しすぎました。ちんたの撮影で、まあ、こんだけ感動した回なかなかないです。それぐらい僕の好みにねぶっ刺さった美味しいラーメンでございました。今日はねちょっと3連休中ってこともあって並びがねかなりあったんですけれども、平日とかであればピーク時間を外すとですね、
狙い目の時間もたくさんございますので、気になった方はね、ぜひこの新生さんで美味しいラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルの活動も始めておりますので、そちらは概要欄の方からぜひチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。